はい、皆さんこんにちは。今回はね、再販ガンプラとね、再販のウォーカーマシン、ザブングルですね、プラモデルゲットできましたのでね、ご紹介と、すぐみ、クラブマンね、ザブングルから見てみましょうかね。はい、この3つ、はい、入手できました。はい、こんな感じでね、ギャロップタイプね、タルトイレブンタイプ、これ昔なんか11で書いてたような記憶があるんですけど、まあカタカナで表記なんですね。はあ、そして、クラブタイプということでね、それを作っていこうかなという感じなんですけどね。はあ、ちょっとね、はあ、一つずつ見ていきましょうかね。はい、それではね、まあギャロップタイプね、これ確かね、ストリームベース、プラモ教師のね漫画の中で、プラモ教師郎というのはね、1980年代に、ボンボンかな、はい、コミックボンボンね、今多分ないんですけどもね、はい、コミックボンボンでね、ありましたプラモ教師郎ね、はい、こちらですね、プラモ教師郎ね、私のバイブルでもあるんですけどね、この中で、記憶によると、ストリームベースのね、一人がキーボーっていうね、プラモ教師の強打視力のお友達がいるんですけどもね、その子に、こういう風にプラモ作ったら方がいいよっていうね、授業というかね、ランドリー稽古みたいなね、プラモシミュレーションでするときにね、使ってたような記憶があるんですけど、ちょっとね、また読み直さないと、いけませんけどもね、はい、それでね、こういう、ちっちゃいプラモでも関節動くようにすればね、プラモシミュレーションで役立つんだよということでね、確か記憶によるとここのね、ここら辺のね、はい、鍵爪みたいな、ここをね、関節が動くように改造してね、丸太みたいなのを握ってね、足で握って、なんかプラモシミュレーションしてたような記憶がありますね。はい、説明書はこの形、ランナーの形ですね。まあ見た感じ戦車とかね、そんな感じに見えますね。そして、水転車デカールがね、ついてるみたいです。はい、バンダイって書いてますね。懐かしいですね、この形のバンダイっていう字ね。はいはい、結構マニアの方はね、好きな機体だと思います。私も好きな機体の一つですね、ギャロップタイプ。そして、トラットイレブン、これなかなかね、私の中では人気ないのかなと思うんですけどもね、はい、あ、これはもうキューキット特有の袋に入ってないワンパーツがありますね。はい、こんな感じになっております。はい、説明書もね、先ほどと一緒でね、こういうカラーリングパターンね、こんな感じのパターンがありますよ、やったらかっこいいですよみたいなね、はい、ありまして、この動作ですね。はい、なかなか武骨な感じのね、ヒットでかっこいいんじゃないかと思います。はい、作中ね、ザムグの中ではね、結構コミカルな動きをしてたような気がしますね。はい、100分の1ですのでね、ちょっと大きめですけどね、大昔ですけどね、私が YouTube 始めた当初ぐらいにね、これもこの3つセットみたいな、144分の1の3つセットみたいなね、入手してて、知り合いのね、YouTube やられてるクリエイターさんにね、差し上げた思い出がありますけどね。そして、このクラブタイプですね、クラブタイプもね、これプラモ教師の中に出てきましたね思い出深い感じがしますけどもね、はい、これはビニール袋入ってますね、全部ね、はい、こんな感じになっております。はい、なかなか骨の折れそうなカラーリングしてますね、はい、まあ自由に塗っていいですよということなんでしょうね。オーカーマシーンね、大量にあるという設定だと思いますので、ね、好きなように塗りなさいよみたいなね、感じなんでしょう。はい、説明書の中身はこんな感じですね。かっこいいですね、関節カバーもついてるんですね、そして窓ガラスみたいなね、
ペット版って書いてますよね、ペット版がどこかに付いてるんでしょうね、ペット版自分で作るんですかねよくわかんないですけどねこんな感じになってますんで、どれか一つ、すぐにしようかなという感じですね、先にね買ってきたものを紹介しましょうかね。そして、これね、久々にね、再販だったと思うんですけど、これが再販されて入荷しましたよっていう連絡があったんで、ね、早速買いに行っていたんですけどねジェスターキャノンですね、かっこいいですね。ジェスター自体がね好きな機体ですのでね、なかなか重装備のね、お流れになっておりますけども、これまた機会があればね、組んでみたいなという感じですね。まあちょっとね、よく行くプラモ屋さんね、これ一つしか入荷しなかったということでね、私もキットをもう作ってないのこれしかないのでね、また予備が入手できたら作ってみようかなという感じでストック症候群出てますけどね。そしてちょっとサムネイルも載ってましたね、さっき出てました、モデルグラフィックス、新たなる究極の782ガンダムを作りますよということでね、かなりかっこいい表紙だったね、表紙ね、まあ定期購読してるんですけどもね、まあご紹介があってね、中身見せるわけいきませんけどもね、こんな感じで、パーフェクトグレード、新しいパーフェクトグレードのね、情報作り方なども載ってるみたいなのでね、皆さん、ね、パーフェクトグレードを作りたいなとかね、欲しいなと思ってる方はね、一度、買ってみて読んでみてはいかがでしょうか。850円だったかな、定価850円とありますんでね、かっこいいですよね、黒バッグに白い機体似合いますよねということで、どれを作っていきましょうかという前にね、ちょっとおめでしたがめないあたりには、一生懸命ガンプラ作ります。あたりんからね、プレゼントいただきました。ちょっとマスクがね、大きなサイズが欲しいんだけど、売ってないのよね、みたいな話をしたら、ドラッグストアにね、行って、ありましたよ大きなのって言って買ってきてくれたんですけどもね、なんとシャア専用マスクになっておりますよ。ちょっと反射して映ってないのかな、ね、シャアさんもね、マスクして、なかなかシックな感じでね、フンビトンみたいな感じのマーク入ってますけどね、怒られないのかなこれ、使用方法もなんとね、こんな感じでシャアさんがね説明、マスク上部にあるノーズフィッターを曲げて顔に合わせますってねシャアさんがマスクつける映画がねなかなかシュールで面白いなと思います。それもバンダイさんからね、発売と、ライフ事業部って書いてますね、日本マスクが作ってるんですね、まあなかなか面白いね商品いただきました。今度ね、2021年の10月30日からね、私もライブ放送というのを始めますので、その時ね、ちょっと使わせていただこうかなと思います。ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、すぐみ、まあ、これですかね、やはりね、ギャロップタイプが一番ね、馴染みがあるのかなと思いますけどもね、どうしましょうか。まあまあこれにしておきましょうかね、これじゃあすぐみねして、やっていきますよ。完成までねプチプチ切るだけですよね、完成までスキップいたします。はい、完成しました。こんな感じでね出来上がっております。ここら辺のね、フレームですかね、細い感じでね、キューキット感がありますね。なんかスケールモデルに近いのかなと思って作っておりました。はい、まあちょっと接着をねちゃんと乾いてませんので、危ないところもありますけども、足もね、こんな感じでちょっとね、ここがちっちゃい感じがしますね。足がもうちょっとね、こう箱絵だと大きい感じがしますのでね、まあ改造される方はね、足の延長幅増しなどするとね箱絵に近くなるのかなと思います、まあ、こっから上はねすごくなんかこうええ感じになってるような気がするんですがね、まあ、改造
するかな。わかんないですけどね。まあ、足もね特徴的な感じの形でね、こんな感じになっております。はい。説明書をね、やっぱり旧キットはよく読んでね、作らないと、今のキットみたいにね、右は右で、しかつけれませんよとかね、親切な感じの設計、されてますけどね、その旧キットはなんかこうスキルに、モデラーのスキルに挑戦者キットみたいなね、なってますのでね、なんかで、まあ、好きな方はね、作っていただければ、そしてまあウォッシングなどもね、こんなこう箱絵とか見てるとね、オイル汚れみたいなね、もうちょっとついてる、雨だれみたいなのもちょっとついてるみたいなね感じですんで、そういう風にね作っても面白いのかなと思います。私は本腰入れてね、もしするかどうかわかんないですよ、多分しないですけども、本腰入れてね改造するんであれば、ここにここね、ギアがむき出しになってますよね。ここ、結構ギア、モールド掘るだけでね、こんな感じになると思いますよね。ディティールアップなどもね、はい、考えて、設計されてるのかな、後でね、できるように、バンダイさんがね、設計段階の時に考えてやってくれてるのかなという感じがしました。はい、またね、ザブングル、まあさすがにコンギャロップタイプね、プラモ教師の漫画の中に出てきたような改造しませんけどもね、そのうち、色塗って仕上げたのもね、皆さんにお見せできればなと思っておりますのでね、はい、好きな方はしばしお待ちをという感じですね。はい、今回はまあ再販キットね、いろいろ出ておりましたけど、まあゲットできたのがね、先ほど申しましたように、ジェスターキャノンのね、まあこのザブングル系ですね。そしてまあザブングル、まあ主人公機のねザブングルは入ってないんですかという話をしたので、一応注文したんですけど、まだ入ってないですねという話でしたのでね、まあちょっと再販もね、今のところ数も少ないのかなという感じもしますけど、まあ、ゲットできた人はね、はい、ラッキーだったという感じでね、やっていけばいいのかなと。そしてね、模型屋さんからのね、私が行ってる模型屋さんからのアドバイスとしては、まあ、馴染みのお店にね、頼めば、ある程度は融通きくようになると思うんですけど、どうなんでしょうかねっていう話をされましたんでね、まあ、そういう店も各県あるかもしれないんでね、皆さんご近所のね、模型店に足を運んでね、再販プラモの情報を聞いたりとか、まあ、予約できるとか、ね、できないとかありますけどもね、そこら辺も聞いてみたらいかがでしょうか。私もね、そのザブングル注文入れてるんですが入りませんでしたよという方だったのでね、予約できますかと聞きましたところね、入るかどうか分かんない、ちょっと予約は取れないんですよっていう話をされてたんで、まあ、入ったらいいんで取っといてもらえますかと、それでよければ大丈夫ですと、入らない可能性が高いのでご了承くださいとのことでしたのでね、まあ、そういうふうにもう二十数年ね通ってるプラモデル屋さんですのでね、まあ融通聞くところも多いのかなと思いますので、ね、ぜひ皆さんね、お店の人も人間ですのでね、人情がありますのでね、まあ、そこら辺もね、人間同士のお客さんとお店といえどもね、人間同士のお付き合いしていれば多分融通してくれるお店も多いのかな、よくわかんないですけどね、とりあえず大分県はね融通して、融通というかね、まあ教えてくれたりとか、まあ入んなかったですよっていうのもね、普通に教えてくれますんでね、仲良くしといて損はないのかなとは思います。人間同士の付き合いなのでね、みんな仲良くね、お店の人とも仲間内でもね、仲良くしとけばいいのかなっていう感じがしましたね。はい、今回はね、モデルガフィックス、そしてザブングルの旧キット、ガンプラの再販品ジェスターキャノン、そして、メインのマスク紹介でした。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、サブチャンネルもやっております。そしてメンバーシップ制度も始めましたので、メンバーシップでぜひ、当チャンネルご協力いただければと思います。それではさよなら。